どうもこんにちは、ズミネアです。今回紹介する選手は広沢克己さんです。この広沢選手、私自身もそうなんですが、右信者系男子の方にはマジで必須の選手になります。現在右で外野のアーティストといったら田村さん、山内さん、外、原さんあたりが思いつくと思いますが、この広沢さんも外野の右のアーティストになります。この広沢選手の良さは超広角持ちとライト適性 C といったところにあると思います。私自身ベタな右信者の12球団オーダーでベストだと、レフト山内さん、センター山本浩二さん、ライト田村さんみたいな感じになると思いますが、いや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 、レフト山内さん、センター田村さん、ライトは広沢さんでしょうと私ズミの矢は思うわけなんです。実際にライトを守らせて12球団オーダーでランク戦をやってますけど、何の問題もないですし、私と同郷の栃木県の小山高校出身なので、それだけで前ます。それでは早速こちらの右バッターだけのオーダーでランク戦の方やっていきたいと思います。はい、それでは広沢選手の方でバンバン打っていきたいと思います。1試合目です。現在私24連勝中なので、絶対にここで負けたくないですね。ちなみに最高連勝は29になりますので、それを更新していきたいですね。さあ、広沢選手2番に置いてますので、早速出番が回ってきます。はい、今回広角はつきませんでしたね。いや、フォアボールだけはやめてよ、マジで。フォアボールだけは、いや、フォアボール、いやー、残念。さあ2試合目です。先ほどの試合はフォアボールだったんで、この試合はしっかりと広沢選手の良さを見せていきたいですね。さあお願いします。スワローズのスピリーグの代表だったっぽいリボン持ってましたしね、多分これは簡単には抑えられないですね。おお、ナイスキャッチ、広沢さん、これですよ。これやってくれるんだったらもう全然ライト C でいいですよね。やばいですね、これ投げる球ないですね。長打警戒使います。これはどうしよう。いや、厳しい。相手めっちゃうまい。どうしよう。これは取れる。オッケー。さあ、2点取られてしまいましたね。これ。ああ、ナイスキャッチ。いやいや、でもなんか、奇跡だと思います。2点で抑えられたのは。めちゃくちゃ相手うまかったっすね。オッケー、ナイスバッチン。さあ全部つけ、あー、広角はつかなかったですね。チャンスとアーティストがつきました。オッケー、ナイスバッチン。タンダでしたけども、まあいいでしょう。藤波さん強いですからね。あー、マルティネスきましたね。これ新しいやつじゃない、新しいやつか、新しくはないけど、ツーシームはいいですね。オッケーオッケーオッケー。いや、緊張すんな、相手が強い人だと。うわ、ぶねー、やばいやばいやばい、相手プロですよ。いや、そう思ってるとマジで緊張してきて、やばいわ、やばいやばいやばい、やばいって、こうなるって。うーわ、ナイスボー、くー、これも、あのね、これがあるんですよ、プロスピって。なんかね、緊張してくるとマジ打てない。うまー、ロドリゲスちょっと出します。話題の、多分打ってくると思うんですよね。さあ最初に何を投げるかって言ったら、このムービング、何投げればいいか分かんないです、正直。ちょっと広沢さんにだけは回させて、お願い。
しい。9対1になるから、これホームラン打たれたら終わりですね。まあいいですよ、もう。ありがとうございました。さあ3試合目、先ほどボコボコにしてくださったプロの方ありがとうございました。おかげで連勝が25でストップしてしまいました。めちゃくちゃ強かったですね。まあ、しょうがないです。ちょっと悔しいです。さあ、3試合目、次こそしっかりと広沢さんの動画ですからね、打っていきたいと思います。さあ攻撃です。ゼロで今回も抑えることができました。さあしっかりとチャンスメイクして、広沢さんに回したいところですね。 OK、 ナイスバッチン。あ、何も出ない。でも何も出なくても大丈夫です。広沢さんなら絶対に打てます。いや惜しい。いやー、さあ4試合目ですね。あぶね、録画するの忘れるとこだった。あ、これは取れる。ナイスキャッチ、広沢さん。ナイスキャッチ。まあプレイヤーそれぞれ右の方が打ちやすいとか左が打ちやすいとかあると思うんですけど、僕はどうしてもなんか右なんですよね。なんでなんだろう。自分がこうバッティングするときに右に立つからっていうのはあるかもしれないですけどね。絶対右の方が打ちやすいんですよね。でも割合的に多分左打ちが好きっていう人の方が多分多そうですよね、なんとなくね。右ばっかで固めてるオーダーってあんま見たことないですね、正直。あ、さあ降格つきました。勝ち確です。勝ち確でございます。さあ新しい線がさんです。これスラーブの変化量注意ですね。いや、また単打。いや打率はいいですよ、単打なんですけど、打率はね、あのいいです。あの別にホームランだけが正義じゃないですからね。はい、何試合目か分からなくなってきました。そろそろ子供と2歳の子供と奥さんがスーパーから帰ってくるって言うんでね、そろそろホームランって終わりにしたいんですけども。さあ打率高い方だったんですが、ゼロで抑えることができました。いや、もう本当に終わりたいんですけど、そろそろ。もう今日土曜日なんでね、仕事休みなんでね、早くね、もうこの撮影はしゆっくりしたいんですよ、本当は。はい、さあボール球をヒットにしていく。あ、また降格でない。降格仕事してお願いだから、もう早く早くなんだから。もういやー、そろそろ打ちたいです。あー、はい、もう何試合目かね分かんないんですけども、次こそは打っていきたいと思います。もうマジ疲れました、もうこんだけ試合するのに。もうほんと疲れます。もう早く終わりにしたいですよ、もう。もう自分のせいです、完全に。もう自分でもうこう動画始めて、もう早く終わりにしたいんですけども、お願いしますよ、もう。 OK、 ナイバッチン。もう広沢選手で打ってほしかったな、チャンスメイクしたかったんですけども。いやー、仕留めたかった。うわー、ナイスバッチン。いや、ホームランが欲しいんだよ。もう広沢さんでホームラン打てないってことでも終わりにしよっかな、もう。岡本ティーでホームラン打てるんだけどな。はい、10試合目がです。もうさすがにあれでは終われないです。これが本当に最後になります。次こそマジで、打っていきたいと思います。行こう。よし、広角ついた、行く。条件にハマるとか、もうこんだけ打てないんだったらもう誰も使わないじゃん。もう終わりです。すいませんでした。